初日ちょっと悔しい結果になったと思うんですけれども、その気持ちの切り替えとかちゃんとできましたかね。そうですね、やっぱりあの新聞の記事とか読んで、あの前評判はいいのにって思われたら、やっぱこれから先自分のレースが厳しくなってくるし、あの自分の力があの嘘物だって思われるのはやっぱり嫌なんで、そこはちゃんと修正してもう一回自分の魅力をアピールしようと思ったんで、あの覚悟決めて頑張りました。本当に準決勝はもう腹くくって勝負して、そこでもうダメだったら、まあ、また頑張ろうっていう考えで、本当にもうレース前から腹くくってました。最後決勝どんな走りをしたいか一言お願いします。はい、すいません、いつも通り頑張ります。